シャスティック、ミカバンドは日本のロックバンド。1972年デビュー。1974年発表のセカンドアルバム、黒船は当時英米でも発売されていた。活動中の1975年にはイギリスでツアーを行っている。1975年の解散後もこれまでに 2, 3度ゲストボーカリストを迎えて再結成されている。バンド名の由来であるが、 ジョン・レノンが結成していた、プラスティックオノバンドをもじったもので、また、ボーカルのミカの包丁使いがあまりにサディスティックだったことに由来する。1971年11月、元ザ・フォーク・クルセガーズの加藤和彦、加藤ミカ、角田宏のメンバーで結成される。そこに、高中正義が加入し、1972年にシングル、サイクリングブギでデビュー。 その後まもなくしてつのだが、自らのバンドを結成するために脱退する。ドラマーとして、大口孝二の一時加入を経た後、高橋幸宏が参加、高橋に誘われる形で、小原彩がメンバーとなる。1973年5月1日、日本武道館で、ラブジェネレーションライブコンサートを開催。1973年5月5日、ファーストアルバム、サディスティック、 ミカバンドを発表。ファーストアルバムにサポート的に参加していた今井博は自作の黒船から参加。このアルバムは発売当初は数千枚しか売れなかったが、イギリス、特にロンドンで評判となり逆輸入という形で日本でも評価されるようになった。また泉谷シュのアルバム、光と影にも加藤和彦とサディスティック、 ミカバンド名義で参加した。1974年、キャロルとのジョイントツアー、日部屋八オとのロックコンサート、8月10日、福島県郡山市で開催された、ワンステップフェスティバルに参加。ファーストアルバムを聴いた、イギリスの音楽プロデューサー、クリスト・ーマスからプロデュースの話があり、セカンドアルバム、黒船を発表。このレコーディングには実に450時間が費やされた。 その後、小原彩が脱退し、後藤尻がベースとして参加。1975年7月19日、サマーロックフェス高楽園球場。1975年9月21日、神田協立行動でライブ。1975年10月、ロキシーミュージックの前衛ツアーにおいてオープニングアクトを務めた。1975年10月7日、BBC の音楽番組。 オールドグレイウィッスルテストに出演し、WA かチコとヘイマで一っ飛びを演奏。1975年11月、サードアルバム、ホットメニューをリリースと同時に、加藤和彦、ミカの離婚により、サディスティック、ミカバンドは解散、予定されていたプロモーション活動も外線ツアーもすべて、キャンセル。解散後、今井博士、ご当時リ、高中正義、 高橋幸宏の4人でサディスティックスとして活動した時期がある。ミカはクリス・トーマスの紹介でバッドフィンガーの曲ノー・アン・ローズに日本語の語りとして参加している。1985年、加藤和彦、高中正義、高橋幸宏、後藤尻に坂本隆一、松藤弥美を加えたサディスティックユーミンバンドとして国立競技場で開催された。 国際青年年の記念音楽イベント、オールトゥギャザーナウに出演。各アーティストの代表曲のメドレーと、タイムマシンにお願い、さらにボーカルに、小田和正、財津和を加え、松東屋、小田、財津のコラボレーション曲、今だからを披露した。1 9 8九年、加藤和彦、高中正義、小原綾、高橋幸宏の四人に、霧島カレーを加えて、 サディスティック・マイカ・バンドとして再結成。アルバム、アッパレを発表した。先行シングル、ボーイズガールズは、兄弟曲が松田ファミリアの CM ソングにもなり、オリコン13位を記録。サディスティック・ミカ・バンドとしては、唯一のオリコントップ100入りシングルとなっている。また、このメンバーでライブが行われ、後にライブアルバム、青典として発売された。 1992年にはアニメ幻まぼちゃんの OP 曲にサードシングルタイムマシンにお願いが ED 曲にサイクリングブギが使われ同年の6月17日にサイクリングブギをカップリングに収録した CD シングルとして再発売される。ミカ自身は再結成に際し呼ばれてもいないということでミカバンドというグループ名を再結成バンドが掲げる。 ことに対し、遺憾のよう、インタビューで表明している。2006年、加藤和彦、高中正義、小原綾、高橋幸宏の4人に、木村カエラを加えて、サディスティックマイカバンドリビジティッドとして、再々結成。このメンバーで、キリンラガビールのテレビ CM に出演し、CM には新しく録音された、タイムマシンにお願いが使用された。 フルバージョンで聴きたいという希望が多かったため、着歌とインターネットで音楽配信されることが決定。iTunes Music Store の配信ランキングで1位を獲得するなどの記録を残した。2006年8月30日、ライブ形式の無料 p v 撮影会を行う。10月25日にはアルバムナルキーソスを発表。アルバムはほぼ一発撮りでレコーディングされた。 この際にバンド名のアルファベット表記をカエラの名前を入れたサディスティック・ミケーラ・バンドとしている。2007年3月8日、NHK ホールにおいてミカバンド名義としては18年ぶりのライブを行った。引き続き木村カエラがボーカルとして参加したほか、アンコールにはカエラやオハラとの親交が深い奥田民夫がゲストとして登場。同年秋には、 このライブの映像を含むドキュメンタリー映画サディスティックミカバンドが公開された。なお、ライブの模様が収録されたアルバムライブイン東京では表記がサディスティックマイカバンドと霧島カレン在籍時と同じものになっている。また、ボーナスディスクとして75年の神田行動でのミカバンドの音源が収録されている。以降、個々の進行はあったものの、 バンド活動は行われないまま、2009年10月に中心人物であった加藤和彦が死去。ファーストからフィフスまでは EP でのリリース。ありがとうございます。